はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、コシアンです。ティターニアがね、新しく10日解放されてマティタになりました。2ターン2000の毒と、コンボスキルが 1.2 倍上昇の最大2倍のバフですね。このマティタを何で使うか、そうですね、デミオスの毒デッキです。で、まあこのティタとね、ベストマッチな駒、そう、2体いますね。 S 駒の我らが大竹ニキと、まあ、A 駒のねシーズラーさんネキですね。この2体をね、まあ今日は活躍させていきたいと思います。まあティターニアの他にも、守護者、ブラジと、まあコンボでバフを出せるね、毒ダメージの駒をね、置いて変にで大竹丸をつないでいくとやっていきましょう。で早速ね、あれですよ、ブランジェッタを辺に置けて、でまあコンバートなんでここね X 来るかな、どうでしょう。まあ、X 来なくてもつなげるんですけど、まあ、X 来たらねもっとつなげる、どんどんつなげる。本当はねブランジェッタのところにティターニアを置いて大竹ニキをつなげに行きたかったんですけど、まあ、勝つならこっちですよね。うん、いいダメージですね、ティターニア。まあ、ディミオスリーダーで使えば、2000の毒にバフが乗って2600、2000で5200ダメージを出せると、もうトゥールラです。毒パのトゥールラって言っても過言ではない。で、まあ、これは3500しか溜まってませんが、ここでバフォメットを置く。で、ここにバフォメットを置けば、お相手さんバフォメットのコンボが怖くてバフォメットを取ってくるでしょうと。そこに、ブランジェッタと2機です。これをつなげる。はい、取ってきました。やはり、お相手さん、バフォメットのコンボが怖かったんでしょう。しかしです。そう、バフの動線を開けてしまった、イコール、大竹2機の出番です。いきます！さあ、いくつ出るかな？ 1.8 倍して、ここから 2.2 倍、ここにさらに 1.3 倍と、はい、気持ちいい毒ダメージ。帰ってきた、我らの大竹ニキ。はーい、対戦よろしくお願いします。デッドテン、行きましょう。ひえー、3万4000。ここで、今日のね、神タンは、まあ 1.05 倍されてるんで、まあ、軒並みね、HP が上がってる。まあ、それは全属性言えるんですけど。なんてたって僕のディミオスがね、毒パが2万8000いってますから。メーティス、OK だな。ここでメーティスはでかい。仕打ちブラジェもありなんですけど、どうしましょう。うわぁ、ブランジェッタか。いや、無理だな。こっちから行こう。まあ、取ってもらってもいいかなと思ってやります。サマブラを生贄に捧げて、アドバンス召喚。普通のブランジェッタ。まあ、ビーチ来ましたね。やっぱり取ってくると。サマブラは許容しないと。させてくれないと。あ、バホメット。いいですね。バホイグナーツを持っておく。ブラジル行きましょう。しっかりと3体召喚。決めていきたいと思います。バホが溜まったらもうバホ打っちゃうのでいいんですけど、まだ溜まらない。いやー、なんかもう一体変置き駒置きたいなー。リッチ？あー、ベルグレか。まあ、いいか。打ちますか、ベルグレ。ベルグレバホメット、イグナーツの順番かなー。ティタ引きてーなー。ここでティタを引くのもワンチャンありなんじゃないかと思うけど。あー、金馬かー。そうですか、金馬ですか。金馬が来るなら、アイシェ。うわ、めちゃくちゃ引きたい。ニキだ。ニキ来てくれ、頼む。ニキが来ないと、やれないよ。いや、やれないとかの問題じゃない。僕は、大竹丸に来てほしい。ね。でもまあ、あ、ペトラ、痛え。その特殊ダメージは痛いです。4800点の今日。火力が断地。いや、僕、これ、あと1ターンしか無理だな。耐えれないな。ふう、どうしよう。
イグナーズ打ちますか。まあここはまあイグナーズとして OKOK で、ここで大ダメージ半分以上は持っていけるでしょう。いくつだ、9000、残り4976。とりあえずじゃ無理、とりあえずじゃ飛ばせません。どうしよう。あそこにウンディーね、返すか。いや返せないな。で残り4600でしょう。うわーこれティターニアいけるか、どうだろう。ブラジのコンボで、いやダブルカットだけど、行ってこい、頑張れ、飛ばせ、2600入るんだから。あー行かない、91残った。これあれですかね、吸収しといた方が良かったですかね。やらかしましたか僕。いやーやっちゃいましたね。だってティターニアならいけると思っちゃったんですもん。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。まさかのコンバート、1日に2回当たるなんて、もしかしてコンバートの時代が来てないな。まあフェイルノートとかね、そこら辺の新ゴマが出てこないと思うとね、気が楽ですね。吸収コンバート、初手から吸収コンバートで、シーズラーサと大竹丸を持っている X かな。これはベルグレデックス行きましょう。攻める大竹丸をね、ぶちかましていく。で上逃げはしてこないかな、囲ってくるかな、どうでしょう。ティターニアを引かないとお話にならないんでね。もしくはブランジェッタ、そこら辺が大事ですよ。さあお相手さんはどこに来る。うん、ユエファー、ユエファーはいいな。なら取るのはシーズラーサかね、通常シーズラーサ、シーズラーサを、毒コンバートのシーズラーサで取っていくと。ダメージはここから 1.3000、 まあ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 いいでしょう。これぐらい与えられればね十分ですよ、バフしてないんで。愛し引きたいな。ここまでバーッと待って、プロキオン、そこゴリ押しプロキオンですか。ダブコン、まあダブコンじゃないんですけどね、正確には守護者、いや守護者はまだだな、まだ打てない。ブランジェッタから行きましょう。でここの3枚返し何来るか、もう一番大事。ただプロキオンそんなにねコンボありません。いくつだろう、 40% ぐらいか。あーバハやべえ。めちゃくちゃ投げられる。あでも1万出ないのはね偉いです。まだやれる、まだ参る。で桔梗姫、どっち言うと、まあ桔梗姫かな。守護者はまだか。いやーこっからどうしましょうねえ。まあ、まずお相手さんの駒にもよるんですけど、まあ、ブラジは召喚できた。で守護者次、いやーどこ置くのが正解なんだ。うわやべえ召喚か。位置は、うわーめちゃくちゃ位置いいじゃないか。そこの位置きついな。いやし D2 か。 D2 に守護者行きましょう。まあ、ただ D2 に守護者打ってもな、多分E の2に来られて、で返して、それ返したらプロキオンのコンボつながっちゃってっていう感じになって、いやーきつくないこれ。どうしましょう。最悪、あえそっち、そっちか、マジか。そちらに来てくれるということはダブコーンがつながりましたね。バフコンボだからね大丈夫だと思ったかもしれませんが、僕には2機がいるんだ。くらえ、 1.8倍と2倍、これはねめちゃくちゃ出ますよ。ここからの 1.3倍、はい鬼強い、19000吹き飛ばしていく。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。タクハタテデ姫、おお、いや引きはいいんだけどな。守護者から行くか。無駄な吸収はしたくありませんが、まあしょうがない、ブラジア編に置くもの。うん、まあ苦渋の決断ですね。本当はこの2倍コンボは取っておきたいんですよ、大竹にきとつなげるために。まあただそれも言ってられない、言った代償、いた今日の代償はえぐいですね。あーティターニア、
まあ、このティターニアはあれですね、成り打ちですね、成りティタ、まあ、成りトゥーラとかと一緒です。成りに打っときゃ返されないんで2ターンしっかり入ってくれる、まあ、2ターン完結の駒はね、こう打っちゃいいんですよと思ったら、いやー金馬か。まあそんなことはねしょうがない、ブラジ置きましょうや。で、おお、サマブラ、ブラジェとサマブラどっち置くか、まあ普通のブランジェッタですよね。で、いやー、どうするかな。角に来てくれたらいいんですけど、まあそんな簡単に来るか。あ、違う、角じゃない、 B さんに来てほしい。ダメかな。ひえー、強いよー、ペールノートは強いよー。金馬ノート、この金馬ノートね、規制した方がいいっす。梅さん、トゥールラ金馬が許されてないんだったら、フェールノート金馬も許されません。ね。分かってください、運営さん。てか、フェールノート金馬が強すぎて、ヌラリとかアポロンとか消えてると思うんですよね。やっぱりヌラリとかアポロンって、トゥールラ金馬ができたからね、環境に生き残れたっていう感じなんですけど、それができなくなったらみんなフェールノート金馬で転結しかしなくなってると思うんですよ。どうなんでしょう。で、ヌラリとかを復活させるために、トゥールラ金馬は使えるようにする。で、トゥールラと、フェールノートは一緒に使えないようにすればいいんじゃないですかね。だって転結強すぎなんですもん。無理じゃん。いやー、耐えれるかな、これ。大丈夫ですかね。どうしたもんかね。バフォメット取ってくるかな。取ってこない場合もありますよね。おー、ベスター。それは特殊のベスターですね。行って。ふう。さあ、残り5800。どうしましょう。リッチではないな。ここリッチではない。じゃあ何を置くか。まあ、シーズラーサですね。で、ここで耐えてほしい。ここで5800耐えれれば、まだ僕にはワンチャンある。そう。2機を引けばいいんです。ここを耐えて、大竹2機を引いて、ブラジェット繋げる。これが僕の勝ち筋です。くわー、無理。はい、無理。その陣雷はちょっと強かったな。お強でしたわ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。出た、花鳥風月。HP 高い。この花鳥風月使ってる人はね、まあ、知り合いなんで、ある程度編成は分かってる。ですけど、まあ、花鳥風月ね、強いんで、セカンドシーズンから。バーストバリアのおかげで。まあでも僕の手駒も強いですね。これはいけるでしょう。いっちゃいますよ。ティタとマモン引いちゃってますから。で、追撃。もう最悪マモンを打つ。打たせろ、マモンを打つんだ。いや、打たないな。これはリッチだな。まずはリッチ。リッチでね、毎ターンね、このね、450にね、バフを乗せて585与えていくと、これ10回決めたらバフォメットなんで。リッチ10回でバフォメットです。まあそんな決まらないけど、エキドナか。強いぜ。このエキドナも強い。まあ、エキドナとゲイボルグですよ。やはりあいつらしか勝たん。この2体があればね、花鳥風月強いです。まあもう、あれですね、皆さん。バフォメットじゃない。マモンを打ちます。で、マモンのね、多分吸収痛いから取ってくるんじゃないかな。ねえ、挟んでも OK でしょう。僕なら挟みますね。マモンの吸収嫌なんで。フィーン！火炎ゴマ、回復しないでください。頼みます。本当に頼みます。これは2枚返ししてもいいのか？いやー、ダメか。こっちから行こう。まあ、これで X 来てくれたら一番おいちいんですけど、どうでしょうね。ゲイボルグ来るかな。ゲイボルグ来ると飛ばせなくなりますよね。お相手の HP ね、5100増えてるようなもんなんで。おーっと、雷撃2枚返し。いやー、ダメージが出せませんね。リッチのコンボつなぎますか。ブラジェ打てん。打てないなら、まあベルグレーデで少しでもダメージを与えていく。 OK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 よ。さあさあさあ、ここから僕は耐えれるのでしょうか。多分、2手で飛ばせるかな。ティターニア打って。次のターン、バフォメット引いてれば、ワンチャンあるけど、バフォメット引けないよな。
マモンもね、打っちゃいましたしね。いやどうしよう、マティタ打つか。多分ですけど左上 X 来られるんですよね。そうすると僕取れないんで混格なんだよな。終わったかもしれん。いやただ2600でしょ、2600は入る。ダメだ何を引いても飛ばせん。いや大竹丸の兄貴だったらワンチャンあるか。あーでも愛し引いてないし無理か。てかゾットで回復されたし余計に無理余計に無理でした。もう耐えるしかない。ただゾットは回復なんでワンチャンいけるか。ワンチャンありえますね。コンボないですし、で S ゴマは多分ゲイボルグなんで、あと1枚トモルがなければいける。トモル来るな、やめてください。トモルが来たら僕飛んじゃいます。トモル以外だったら多分耐える。ガランは耐えるね。ここのゾットのところがね、花鳥風月の、あ違う、四季折々とかだったらやばかったですけど耐えれましたね。ただ桔梗姫いけますこれ。まあ殴り勝ってもらうしかないですね。頑張れ、いけ。あー行ったな、ナイス GG ギリギリの戦いをお互いにしていきました。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。転結、はい転結。まあ慣れてきましたね、転結と当たるのもマッチングするのも。やはりそうなるとやっぱり環境的には雷撃ダメージを対策した方がいいのかっていうような感じですよね。雷撃ダメージとまあ相手のコマ数3章のコマとかも入れてもありなんじゃないかと。まあマタンとかだったらね、マディスマディンとかトーヤがいてくれるんで、まあいろいろとね対策できますからね。あとチャクラなんかもありましたよね確か、あの食らった雷撃ダメージ回復するみたいな。まあでもピンポイントなんでね難しいですよね。まあでもトーヤとマディスマディンぐらいだったら入れても良さそうですよね。ほんと転結ばっかなんで、要はまさに大転結時代。どうしよう、ブラジか。まあ安心と安全の変置きブラジで X に来てもつなぐ、もう B さんに来てもつなぐ、もうそれぐらいの勢いでやっていくじゃないとね無理ですから。ほらこんな仕置きのコンボね許容できない。強いんだからボルトヒールは。ティターニア、クー、どうしよう、一旦トレーズからいきますか。一旦トレーズで X にティターニア行って、でもしもお相手さんが C5 に駒を打ってきたらシーズラーサネキとつなげる。完璧、完璧なムーブ見つけちゃいましたね。フォース、まあこれは耐えれる。で2ターン耐えれるかだな。3ターンぐらい耐えてもらわないとダメか。まあいけるっしょ。バフォメット引いていきます。チャージしましょう。でここでティターニア、もうアドの塊2600万、2ターンでね。マタントゥーラ行きます。さあここ C5 に来てください、お願いします。ティタつなげるんでね、バフだからいいやと思いません。思わないか、思わないプラスフェイルノート。まあただまあこのフェイルノートは最速置きじゃないんで、まあ、そんなにコンボもされないでしょう。じゃあどうするか、バフを打ちます。これはね気持ちいいダメージが出るんじゃないですか。はい来た、これ飛ばせはしませんでしたけどね。まあいいでしょう、こんだけダメージ与えれれば。ていうか無理でしょう、お相手さんフェイルノートのコンボつないでも飛ばせないでしょう。オッケー。さあそして、ブラジェのね、コンボが来ました。まあ大竹に来は来なかったけど、やはりもう一人のねアタッカーシーズラーさんネキにね、フィニッシュしてもらいましょう。もう見てください、 A ゴマなのにこんだけ出ちゃう。 S ゴマ級、はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。うわヒプノスだ、大竹にきの火力が落ちる。ただ引きはいい、すこぶるいい、まあ、愛し引いてるのもあり、まあ、なんだかんだで愛し引いてれば素のアタックが上がってくれるんで、マモンとか2000超えてますからね、これはでかい。であとはヒュプノス耐え切るか、まあ、ヒュプノスの上からぶん殴ってやるしかないんですけど、さあマモンはまだ打てない。
頼みますよ。クーブラジか。まあしょうがない、取らせるブラジでもしますか。取らないでくれたらありがたい、もう取られたらドンマイ。まあただね、やはりね、そう簡単にブランジェッタの召喚を許容する人なんていないんですよ。僕もしないですもん。してくれた、まあそれはありがたい、ありがたいけど、まあ依然きついですね。まあ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 、どうしようかな。まあ贅沢にまだ打たない、この打たないという選択肢が吉と出るか凶と出るか。まあマモンっていうのはね、いつ打ったって火力は出てくれるんでいいでしょう。さあ B さんに来るか。 B さんだったら X じゃないと、 X じゃないのか。どうだろう、ティタは、ティタ打ちたいな。いやただティタは次のターンか、ここはマモンだな。ティタのコンボを使っていきたいんで、これで D1 にね、なんかコマ置かせて、で僕が B1 にティターニア入って、で大竹丸を引いてティタとつなげる。やめてください、フェイルの音はやめたい、やめて、もうやだ、見たくない、この召喚コマ見たくないよ。いい、どうしようかな。まあティタですよね、ここは安心と安全のティターニアでいきます。ただ X にね、何か強い駒置かれるとね、対策がない、罠駒とか入ってませんからね。まあ大竹丸引いてくるしかないですよね。まあ、大竹丸ね引いたらね、ティターニアとつなげちゃいますよ。つなげさせてくれない。どうしようかな。ベルグレーでね、発動してもそんな出ませんし、バホか、バホとマモンつなぎます。いや、つないだところでダメだな、これはダメだ。でベルグレーで打って、いや違う、ダメだな、もうバホメット打たないと。あのベルグレーで打ってもね、多分コンボないんで、あコンボが弱いんで、角来られちゃうんですよね。で角来られないためにバホメット打って、でもしも角来たら、あのバホメットのコンボがありますよというような感じにして、ロックきつくない？でも6300まだあるのか。これはまあ、イオフィエール消して、で、コンボなくして、矢筒以外。で、矢筒もね、もうここまで来れば、ほぼほぼ回復なんで、ダメージは入らないでしょう。どうだろう、どこに来るかな、お相手さん。矢筒のコンボは使ってきそうだからな。A2 とかか。A2。あ、X はないな。バイセイ。それは飛びませんよね。オッケー、耐えていく。まあ、回復はされましたけどね。さあ、ここで何かを引く。大竹じゃない。今日は終始シーズラーさんネキが活躍してくれました。まあ、最後にね、見てください。このティターニアの2倍コンボをぶちかましていくと。はい、気持ちいい。A5 魔の火力じゃない。はーい、対戦ありがとうございました。